寿司クシャトーです。素敵ですね。楽しみです。取材で公に牛久シャトーに来ることができるのは実は初めてなんじゃないのかなっていう気がしますけれども、まあ、早速お邪魔したいと思います。はい、皆さんこんにちは、ちゃんみよです。私は今日はですね、牛久シャトーにやってきております。でなんで牛久シャトーにやってきたのかというと、今日はですね、なんと牛久シャトーレストラン、こちらに取材しても OK ということで、活発家さんからですねご案内いただいたので、皆さんにご紹介したいと思います。では行ってみましょう。それではですね、もうオープンしても3ヶ月が過ぎました、牛久シャトーの、牛久シャトーレストランに私やってまいりました。支配人の山寺さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。オープンして3ヶ月というふうにご紹介させていただいたんですけれども、オープンして3ヶ月振り返ってみていかがですか？まあ、開店前は確かにね、新しく準備もあったんですけど、開店間際ではね、いろいろ不適合等もあって、お客様にご迷惑をかけたてもあったんですが、やはり、まあ、二月見つけという形で時が経てですね、だいぶはサービスの方も、対応も各の方も手慣れてきましたので、お客様にはそのご失礼がなかったのかなと思っております。私も実はですね、一番最初のオープニングの時と、あと先日も家族で、はい、お邪魔させていただいて、本当にですね、大満足のすごい美味しいお食事をですね食べさせていただいたんですけれども、実際にレストランに見えてるお客様、素敵なもう装いの、なんかどこから来たのかしらっていう方がなんか私多く感じたんですけれども、実際にこちらにお越しになるお客様って市内の方だったりとか、まあ、市外とか、まあ、県外とか、実際にどちらが一番多いんですか？そうですね、やはり圧倒的にもう全体の8割強は、牛久の市内の、そんなにですか？もうほぼほぼそうですね。であとは以前牛久にいらっしゃってですね、ご事情があって転居されたお客様だとか、たまたま今回再開したってことを、いろいろ広報を通じてご存知になられて、東京から来る方もいらっしゃいました。東京からも、はい、東京からですと川崎とか、あとは新宿とか、お面になる方がいらっしゃいましたですね。お食事も大満足だったんですけど、お値段もものすごくびっくりするぐらい、こう2500円とかですごい美味しい料理がたくさん食べれてびっくりしたんですけど、金額の方ってなんかこう来るお客様から、こんなん安くていいんですかとか、そういうのってなかったですか今まで？当初ね、値段を設定するときに、いろいろ確かこの宿の市内の相談とか、マーケティングの金額も調べてみたんですけども、スタートはとりあえずランチは2000円でいきましょうと、で2000円と3500円の2コースの案内をいたしましょうということで、当初いろいろもう少しお安い商品の方があった方がいいのかなという懸念もあったんですが、とりあえず2000円でスタートさせていただいて、その代わり、その内容ですよね、ボリューム含めて、そのお客様が2000円の対価をお支払いになられても、コスト的にご満足いただける内容ということをまず第一にしておりました。本当にですね、大満足で、このお商品出てきたって、一品ずつやっぱりこう持ってきてくださるので、なんかこうすごい高級なところにいくら一回出てくるんだろうみたいな風な気持ちになったんですけど、でも本当に大満足のお値段で、少しワンプレートでお出しするとか、あと場合によってはこういったお盆でお持ちして、そのままお出しするような定食のスタイルもあるんですけども、
まあ、まずは、一品ずつお料理をお届けさせていただければと、はい、きちんとした形のサービスをご提供させていただいて、はい、なおかつご予算的なものをある程度こうリーズナブルに抑えてやっていこうかなと思っておりますけど、見てる皆さんね、本当にもしかしたらちょっと牛久シャトーのレストランだから高級なんじゃないかなって心配されてる方いらっしゃるかと思うんですけれども、本当に2000円で大満足の本当に素敵なですね、素晴らしいサービスをしていただけますので、ぜひ足を運びいただきたいと思うんですけど、なんかちょっと先ほどお伺いしたらメニューがそろそろ変わるということで、はい、お伺いしたんですけれども、9月の末まではなんか何でしたっけ、茨城県で新しく注目されている豚の名前は何の輝きでしたっけ。日立の輝きです。豚肉のお肉なんですけどね、商品名が日立の輝きということで、ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、茨城県では今までね、ドースポークという、そうなんですよ、豚肉があるんですけども、さらにそれよりも、ランクの上の豚肉を、茨城県の方で、畜産家の方で作ってみようということで、豚に対する飼料だとか、あと管理、品質管理を含めて、手のかけた、ふうに、もっと災害的にも自慢できる茨城県のブランド肉という形で、牛ですとね、日立牛というのがありますけども、豚肉に関しては、その日立牛に勝るような形のものの A ランクの豚肉を作ってみたいということで、今回、キャンペーン、キャンとして、利用させて。だって茨城県で、あれはね、10店舗ぐらいだったかな、その日立の輝きの、なんか、なんですか、特別メニューみたいなのを提供しているレストランがあって、その中で牛久シャトーさんがこういて、ああと思って、だからそれが食べれるのが、だって茨城県で多分10、ごめんなさいね、ここら辺に出てくると思うんですけど、10何店舗だったかな、10店舗ぐらい。そうですね、やはり水戸をはじめ、土浦、あとは筑波とか、その地域では比較的著名な、飲食店、ホテルさん、レストランさんが、名を連ねておりまして、今回この日立の輝きというお肉を使っての、お料理ということで、この9月1日から9月30日まで、一応キャンペーンということで、行っております。しかも一番最初 そのお披露目みたいなのも牛久シャトーで。そうです。ですよね、大変ね、ありがたいお話をいただきまして、このシャトーで、日立の輝きの、プレゼンテーション、並びに一般招待の方もお呼びして、あと一部メディアの方も来られましてね、こちらの会場で、スタートさせていただきました。そうですよ、なのでその日立の輝きの美味しいメニューを2500円からあれですね、食べれるのは9月の末まで、ですので、はい、ぜひ皆さんも足を運びくださいませ。はい、それでじゃあ9月の末まではその日立の輝きの、ランチいただけるということなんですけれども、10月からはどんなメニューになるのかっていうのは、10月以降からはですね、また日立の輝きのキャンペーンがちょっと一旦終わりますので、日立の輝きは一旦終了するんですけども、改めてまたランチは1人様2000円から、お、じゃあ2500円だったのが2000円に戻って、で、あと3500円という商品になります。どんなメニューになるのかを、これね、もう10月から始まるメニューが私手元に届いてもどこよりも早くお届けできるんじゃないのかなと思うんですけれども、すごいですよ、ランチメニューの2000円、一番最初サラダメリメロ、これ何ですか、これはメリメロがサラダの故障なんですけどね。メリメロってカリメロみたいで可愛いなと思ったんですけど、前菜はちょっとうちのシャトーのスタイルで、サラダを仕立てて出そうということで、牛久シャトースタイルって何スタイルなんですか。非常に漠然とされてるんですけどね、季節野菜、あと十字のものを使っての、形考えてます。なるほどね、あんまり規制的にこだわりがないですから、いろいろごぼうを使ったりとか、かぼうを使ったりとかいろいろしてますんでね、今口頭では分かりづらいかもしれませんが、また改めてね、動画とか写真でご案内させていただければ。じゃあこれちょっとうちに食レポ担当の者がいるので、またこの新メニューを、実際にちょっと食レポなどをさせていただいて、ご紹介、また取材にいいですか、決まりましたので、ぜひ皆さんですね、かずちゃんがきっと美味しく牛久シャトーさんのね新メニュー食べると思いますので、要チェックでございます。
ちなみにこの次の10月からのメニューっていうのはいつぐらいまでっていうのはもう決まってるんですか？暫定でですね、はい、10月は10月の末までを考えてます。じゃあまた11月からはまた違ったメニューが楽しめる、はい、ただまあ一部併用して11月に入るところもあるかもしれませんが、うん、また今度12月とかね、うん、年が月が変わっていきますと、はい、やっぱり12月は忘年会とかシーズンありますけれども、うん、まあ、特に大きなイベントとしましては、うん、まあ、クリスマスとかもありますんでね、クリスマスディナーとかもね、まあ、よね、まあ、世の中が今このコロナウイルスの影響でね、非常にちょっと沈んでしまってますけども、うんうん、まあ、おめでたいこと的な方とぜひお食事をお見えいただきたいなということを考えておりますので、はい、クリスマスメニューも考えておきたいなと思います。ちなみに私今支配人と一緒にこちらいるお部屋なんですけども、この部屋というのはなんか控え室みたいなそういう感じなんですか？まあ、以前はですね、結婚式とか終わりになった時に、はい、まあ、一部控え室で使っていた時もあるんですが、はい、今現在はもう個室貸し切りで、ご利用のお客様、ここでお食事までできちゃうんですか？はいはい、あら、じゃあちょっとプライベートな感じ で、今コロナウイルスの影響があるので、うん、大勢様は難しいんですけども、うん、大体6名様ぐらいまでのお席ですかね、はい、まあ、スペース的には10名様入るんですけど、うんうん、今はちょっと6名様ぐらいにしてます。ちなみにこちらその個室を利用されるときはまたオプションでプラスの料金がかかる？そうですね、大変申し訳ないんですけど、はい、個室室料という形で、はい、5,000円の税込みが、5,000円ですか？はい、ベッド室料かかります。でも1人1000円だと、ね、こんだけ素敵な空間を独り占めできるってものすごくまたリーズナブルに、なんかこう市民に優しい人だなと思いますけど、まあ、うん、世の中ではやっぱりね、うん、質量としてやっぱり1万円超えてしまうんですね、はい、だからまあ私もは5000円ぐらいに設定させていただいて、うん、まあ、個室ですと担当のサービススタッフが1名つきます。なのに5000円でいいんですか？すそちらも、はい、ね、こう内緒な人と来ることがある方はきっとプライベートの個室の方がいいんじゃないかなと思いますので、うん、ありがとうございました。また早いうちにお邪魔させていただきますので、はい、その時も私入りにしろとお話を伺いたいと思いますので、はい、今日はどうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。後で待ってます。皆さんお待ちしてます。ありがとうございます。落ち込んだ時もいつでも笑顔でお帰りなさいと